牛滝温泉は、大阪府岸和田市大蔵町にある温泉。中高野はその効果を万人に保証するものではない。牛滝川の最上流に、せせらぎ草のみ存在。牛滝温泉は、紀伊半島の東部から西へ連なり、泉山脈、四国山脈を作り九州まで伸びている。泉草群と、その基盤になっている。 千南山西岩類と呼ばれる硬い岩盤の地層を1,645メートル、ボーリングした地底から湧き出ている。泉層群は、7,000万年から8,000万年前に、九州から東へ、海が入ってきた時に、陸地からされき、砂、泥が、海底に溜まるにつれ、海底は沈み続け、6,000メートルから1万メートルの厚い地層ができたものである。 泉総群から切り出される石材、泉成石は古くから城や家の石垣、神社の鳥居、墓石などに使われている。またアンモナイトや、巻貝、二枚貝、小田山もの化石などがよく見つかり、その一部が、せせらぎそに展示されている。すぐそばを流れている下木川を遡ると、国の天然記念物指定の舟林で有名な泉、葛城山がある。 良質な温泉と施設が充実しているので、地元でも人気があるとされる。牛滝温泉は、牛滝山大伊徳寺の近くにある保養施設が、老朽化によって移設する際に、ボーリングによって、厳選開発された。平成11年5月夜中の里と同時にオープン。2019年2月28日に夜中の、 合収量以降、牛滝温泉式祭りとして、温泉を中心とした複合レジャー施設をオープン。ありがとうございます。